こんにちは、りょうこばあばです。前回ですね、このひまわりのお花を中心に枠をね、編んで長方形のモチーフを作ったんですけども、これを、6枚作ってティッシュカバーですね、ティッシュカバーを作ろうかなと思ってるんですけども、ティッシュがですね、こういうビニールに入った、いつもね我が家ではこれを使ってるんですよね。今まではね箱ティッシュを買ってたんですけど、まあティッシュを使った後にね、すぐビニールなのでちっちゃくね、コンパクトに捨てられるので、もう今はこればっかり使ってるんですよね。でこれに、カバーをねかけて、ちょっと可愛く仕上げようかなと思って今考えてるんですけども、このお花をですね、お花のモチーフを、長方形なので、これを3つ、こんな感じでつなげて、両方だから一番上が6枚になりますよね。縦3枚、それの2倍ですね。6枚編んで、周りをこう長編みでずっとくるんだ形で、ここの部分を開けて取り出しやすいようにしようかなと思っています。それで今からね、ちょっとこれを、最終的な形はね、上の方はまだこう持ち手をつけたようにするかちょっと悩んでるんですけども、とりあえずこの3枚のモチーフをつなげようかなと思っています。だから縦長の長方形にしたいので、ちょっと間違わないように向きをねしようかなと思っています。で、こういろいろつなぎ方をやってみたんですけども、かぎ針とかね、そういうのでもやってみたんですけど、最終的に針でね、こう祀っていこうかなと思っています。まず2枚を合わせて、ちょうど角が鎖編み3目なので、ちょうど真ん中ですね、真ん中に針を入れて、ちょうど真ん中同士をねまつっていこうかなと思います。最初にね、で糸はこのグリーンの糸ですね、2本取りですね、2本取りの方がちょっと頑丈かなと思って2本取りで祀っていきます。祀るのは合わせた時に手前同士をこんな感じで合わせて、1目ずつ祀っています。これをね端まで祀ってきます。こんな感じで祀ってきました。あと1枚合わせて祀って3枚をねつなげようと思います。3枚をつなげました。で糸始末ですね、糸始末はもうで
他の糸も糸始末してから次の工程に入ります。糸始末をしてちょっとティッシュにねこんな感じで当ててみました。縦にねこんな感じで当てて、もう一枚ね半分ちょっと編んでるんですけど、こんな感じで置いて当ててみて、でちょうどこう長編みをねここから目を開って長編みを13段編んだのかな。で裏でこちらもねあと半分も13段編んで、裏でここでねまたここをまつってこうかぶせようかなと思ってるんですよね。で今からこうこの目数を拾っていくんですけども、拾うところはですね、ちょうど角の真ん中ですね、角の真ん中に針を入れて3目立ち上がりますよね。で次は長編み、角の隣の3目の端の目ですね、端の目に針を入れて、ここで長編みをします。であとは長編みのところに1目ずつこう長編みを入れますよね。感じで長編みを1目ずつ入れて、ここの手前まで編んでこようと思います。最初の列の、長編みをね今編んできました。次ですね、次はここの角の3目の一番右端に針を入れて長編みをします。見にくいんですけどね、右端に長編みしてこうつないだところですね、つないだところ、この辺に針を入れて長編みをつないだところにも1箇所、そしたら、真ん中のモチーフの3目鎖編みの一番左側、長編みの隣に1目ありますのでそこに長編み、あとはまた長編みの上にずっと1列長編みを編んで、こんな感じで長編みをまた編みますよね、長編みの端まで。そしたらまた角の3目の長編みの隣の目に長編みをして、つないだところに長編みをして、端のモチーフの鎖3目の左端の鎖の目に長編み、そしてまた長編みの上に長編みをして、端っこは、長編みの終わりに長編みをした後に鎖3目の角の、右端と真ん中に長編みをして終わります。3目の左側はもうこっちの列なので、ちょうど3目の右と真ん中に長編みで終わりますね。これで、1段目を終わったらまた裏返しにして長編みを編んでいきますね。
でこの長編みを、今1段目編んでるので13段編みます。そしてあとのモチーフ、こっちのモチーフの方とつないで裏の方でまた2枚をね合わせてまつろうかなと思います。片方も13段、長編みで編んできました。で両方こう同じものがね左右対称になってるんですけども、編んだ後にここの、あのこの一辺ですね、両方一辺を細編みで1目ずつ編みました。で最後にねここをこう針でね途中まで閉じ、両端真ん中を少し取り出し口を開けて両端をねまつるんですけど、今から、このここ裏の部分ですね、裏の部分をこう針でまつろうかなと思います。まつるときは2本取りでまつりますね。2本取りでまつった方がちょっと頑丈になりますよね。で、角の鎖編み3目のちょうど真ん中のところからまつっていきます。1目ずつ同じ目数なので1目ずつ手前の内側の目1目ずつをねまつっていきます。こんな感じでね端っこまでまつっていこうと思います。端までこうまつってきましたね。こんな感じでね、だからちょっと合わせてみますね。こういってこんな感じでですね2枚をこう合わせてちょうどいいですね。で、これから、上の部分をねまつって縫い合わせて、どのくらいにしようかな、ティッシュを出すところをこう開けるので、あんまり広かけてもねビロンってなるから、ちょうどこの真ん中のモチーフのつないだところの端、ちょうど端っこの両端のちょうど、緑の部分を3段編んでるので、両端のモチーフの3段目のところからこう 端々にこうまつっていこうかなと思いますね。もうまつるところはねもう他と同じなので省略しますけど、まつってこうカバーらしくなったところで、そこの部分と、取り出し口を今からこれから考えてねするんですけども、まあこの辺はねちょっと後で考えようかなと思います。とりあえずこの上の方をね両端をまつってきます。取り出し口を開けて、両端をねまつってきました。でそこからですね、こっちの方が底の部分なんですよね。
そこから、そこの部分をね、今長編みで4段ほど編んできました。それで、そこの部分を4段編んで、ここをこう細編みで閉じろうと思うんですよね。そしたらちょっとティッシュを入れるんですけど、こんな感じでティッシュを入れて、まあ取り出し口はね、ちょうど真ん中のモチーフのちょっと端ですね、端々のモチーフの、3段長編みを3段編んだところから待ってるので、いくらかね真ん中がちょっと広い感じかなと思って、取り出しにはちょうどいい長さになっています。何センチぐらいなんだろうか、ちょうど6.5、6センチほどかな、だいたい6センチくらいですね、この取り出し口。それで、こっちが底の部分なんですよね。底の部分が、4段長編みを編んでるんですけど、そこをね、もうそのままこんな感じで4段編んできたので、かぎ針で細編みでこう向こうとこっちをね合わせて塞ごうかなと思っています。こんな感じでね、こんな感じで塞ごうかなと思っています。角はねこんなピンとなっているんですけど、まあ気になったら中の方に入れようかなと思います。で今からね合わせたので閉じていくんですけども、この4段編んだ目数ですね、目数は、長編みのこの縦の長編みのところはもうそのまま長編み1目に1目ずつ拾っていいんですけども、裏は長編みをずっとこう往復で編んでますよね。そこからこう目をこう開ってるんですけども、例えば、長編みで往復でこう編んできましたよね。してここの目を今からこう底の部分を長編みで編んでるんですけども、この一つの長編みに対して鎖編み3目で立ち上がって、この長編み一つに対して立ち上がって長編みの真ん中ら辺に長編みで、根元に長編み、真ん中に長編み、根元に長編みですね。こんな感じで編んでいっています。目をね、長編みの目を横にして開っていますね。こんな感じですね。それで今からね、もう4段編んでるので閉じるんですけども、この辺はねもう自分のやりたいようにやっていいんですけど、ちょうど半分のところ半分のところに編み始めをねこう置いて編み始めているので、今からこう閉じるんですけども、今長編みで4段編んできたところをもうそのまま糸を切らずに、手前2本と向こう側2本を細編みで底の部分をね閉じていきます。
やり方はね、針で閉じてもいいですし、かぎ針で閉じてもいいですし、まあこのティッシュケースの目数もね、糸によっても違いますし、お持ちのね糸で糸も、私が編んでいる糸とはまた違う糸で編まれたりねするので、まあ、このティッシュケースの、編み方っていうかな、これはもう大体こんな感じで編んでますよっていう手順ですね。目数をね何目にしましょうとか言ったって、糸の太さとかこのティッシュのね大きさとかもあるので、目数はもう気にしなくて、このティッシュカバーの出来上がる工程ですね、工程をちょっとやっているって感じかな。こんな感じで細編みでね、ここ底の部分を閉じています。今閉じてきましたね。かぎ針で閉じてきてこんな感じになります。今入れてるんですけどね、まあ別にこの状態でもいいですし、気になる方は中の方にねこう折り曲げて、こんな感じで折り曲げてちょっとねこう下がれるといいと思いますね。私はこのままの状態でもいいかなと思って、このままの状態で終わりたいと思います。で、底の部分はできたんですけども、今度は、取り出しの部分ですね。ここはこんな感じで置いて使う分ですとちょっとねそのままだったらおかしいので、ここからまたこうネット編みかなんかで編んで巾着風に上は絞ろうかなと思ってるんですよね。今から同じねグリーン、この緑の糸でネット風に編んでいこうかなと思います。ネット編みなんですけど、裏のね閉じたところから始めようかなと思って、今3段ほどね長編みの3段ほどこう編んでるんですけど、ここから鎖編みを4目して、この段数ごとにこう止めているんですよね。1234目して長編みの段数のところですね。1234目して鎖編み4目して長編みの段数ごとに4目ですね。こんな感じで1周します。そしたら今度はモチーフの部分になるので、1234目したら
一目置き、一目置きに、閉じていこうかなと思います。糸がね、糸割れするからちょっと引っかかって、4、1、2、一目置きに長編みのところはね閉じていきます。こんな感じで一周してきます。一周してきたんですけども、最後ですね、あと一段長編みがあるので、ここを編んで根元に閉じますね。そしたら次の段を編むために、1、2、鎖編み2目で中長編みで終わります。鎖編みを2目して、編み始めの鎖編みの根元ですね、根元に針を入れて、引き抜いて、一気に引き抜いて、中長編みで終わります。ちょうどこの山のちょうど真ん中ですね、真ん中で終わります。そしたらまた1、2、3、4目、鎖編み4目で下の段の鎖編みの中に針をくぐらせて細編みで閉じます。1、2、3、4、隣の下の段の鎖編みの中に針を入れて閉じます。こんな感じでね、最後は鎖編み2目編んで中長で根元で閉じるので、ちょうど閉じたところが上に来るように、針を、持っていってくださいね。でまたここまでして、中長の閉じたところで終わるんですけど、ここまで編んだらまた下の段みたいに鎖編み2目編んで、ここに中長で留めます。次も鎖編み2目で中長で留めますね。こんな感じで今2段目をネット編みの2段目を編んでいます。これをね、何段か編んで絞れる状態になるまで編んでこようかなと思います。10段編んできましたね。10段編んできて、高さが5センチほどなりました。まあこのくらい編めばいいかなと思ってね、10段編んできました。で最後ですけど、最後はもう、9段まではね、鎖編み2目と中長で終わってましたけど、もう最後の段なので鎖編み4目で下の段の中長の、頭のところですね、頭のところに閉じますね。これで、絞る部分、上のね、取り出し口の絞る部分のネット編みができました。で糸始末してからちょっとティッシュを入れてみたいと思います。巻きかがりながらね、下の方まで行って、
下の方まで行って下でねちょっと終わろうかなと思います。こんな感じでちょっとネット編み風にね編んできました。まあ、全体がねこんな感じですね。であと紐を通して終わりですね。これは別に下げるタイプじゃないのでここまではまあ普通にねこんなしておくタイプですね。で下げるタイプにするときはまあ両脇にボタンでもつけてこう紐を編んでね留めるようにしてもいいですよね。今回はねあの紐タイプには下げるタイプにはしてないんですけど、まあ、置くタイプで、最後ネット編みでね取り出し口を編んでみました。で紐なんですけども紐をねちょっと違った黄色があったのでこれで、55センチですね。だいたい55センチくらい編んできました。ちょっと紐を通してみようかなと思います。今から紐を通しましょうかね。ちょうどこのモチーフのちょうど真ん中の上ら辺に通してみようかなと思います。こんな感じで紐を通してきましたね。絞ってから結んでみます。まあ巾着風にねやりましたけどこんな感じでティッシュカバーがね出来上がりました。もうちょっと下の方に通してもよかったかな。だいたい上から1センチくらいのところにね通したんですけどもう少し下でもよかったですね。こんな感じでね一つのひまわりのねモチーフを編んでからなんかね作品がね作れないかなと考えてたんですけど、最後にはティッシュケースカバーになりました。このねティッシュは、ビニール箱ティッシュじゃなくてビニールにね入ってるんですけども、長さが18センチで幅が10センチ高さが4センチのティッシュですね。だからなんかサイズもいろいろあるのかな。いつも私はねこのタイプを買うのでこのタイプに合わせてカバーを作りましたけど違うねティッシュのサイズがあるんでしたから違うサイズのねティッシュをお使いの時はまた長さもね調節しながら作られるといいと思います。今回は作る目数とかはそんなね気にしないで作る工程ですね出来上がるまでの工程をこんな感じで作ってるという動画になっているので目数とかはね全然こう気にしないで、今回は作りました。モチーフをね6枚作って縫い合わせてで袋状にしてねカバーを作りました。こんな感じで仕上がりました。可愛いですよね。娘もいや色合い可愛いねって言ったからね娘に褒めてもらったら嬉しいんですよね。身近にいるのでね
こんな感じで今回は、ひまわりのお花を編んでモチーフとしてつなげてね、ティッシュケース、ティッシュのカバーを作りました。ではね、この辺で今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。